フライエンシュタイナウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ホーゲルスベルク軍の町村である。フライエンシュタイナウは、ホーゲルスベルク山地の南端に位置する。この町を、ドイツメルヘン街道が通っている。フライエンシュタイナウは、北は、グレーベンハイン、北東は、ホーゼンフェルト、東はノイホーフ、南は、シュタイナウアンデアシュトラーセ、西は、ビルシュタインと境を接している。 この町は以下の11の地区からなる。フライエンシュタイナウ、フレッシェンバッハ、グンツェナウ、ホルツミューレ、ニーダーモース、オーバーイコールモース、ラートミュール、ライヒロス、ラインハルツ、バイデナウ、ザルツ。長域は1806年までビッテルスバッハ家を主君とするリーデゼル家のゲリヒトフライエンシュタイナウ及びゲリヒト、モースに属していた。このためブラウエークとも呼ばれる。 12の地区は1970年代のヘッセン州の地域再編までは4つの異なる軍に分かれていたフルダ軍、ゲルンハウゼン軍、ラウターバッハ軍、シュリヒテルン軍である。フライエンシュタイナウの長議会は19議席からなる。フライエンシュタイナウの教会現在の教会党は8世紀に防衛用の党として建設され11世紀に これに、教会本堂が増築された。塔の周りを囲んでいた、急防壁下に防衛用の堀が今も見られる。フラウエンシュタインの教会の麓に、簡素な上官がある。この城は1698年に役所の本館として建設された。約15000万5千平方メートルの敷地に、農場、旧舎、納屋及び園庭とアンサンブルを構成している。 フライエンシュタイナウの上官は、ホーゲルスベルク地方の貴族家、リーデゼルツー・アイゼンバッハ団尺のアムツホーフに属していた。フライエンシュタイナウのリーデゼルツー・アイゼンバッハ団尺のアムツホーフは、この領主の最も東の行政管区であった。旧アムトホーフの土地は1975年以降、リーデゼル家による売却で分割された。広い土地と、省エ管理に使われていた。 古い建物、管理者の館、ナヤ、旧社がフライエンしたいなう町の所有となった。これらの建物は近年修復がなされた。町の自然保護協会は小さな展示室を有しており、事前に予約すれば見学することができる。その他の部分はヤーレスマルクトに利用されている。ナヤの建物の一部は土地で収穫された穀物の倉庫として利用されているが、かつての羊小屋は、 現在使われていない。上官、ジムムネの一部、緑地、私有墓地は本ベステルンハーゲン家の所有である。ニーダーモースの教会のオルガンニーダーモースのプロテスタント教会のオルガンは、1790年から91年に古田近郊、オーバービンバッハ出身のヨハン・マルクス・エストライヒによって建設された。毎年、このオルガンを用いて、 ニーダーモースのサマーコンサートが開催されている。フライエンシュタイナウには2004年から若者の会があり、消防署内に部屋を有している。この会には約30人が加盟している。フライエンシュタイナウの町域にあたる地域では農業が主であるが農業従事者は住民のわずかな部分だけである。大きな企業としては STI グループの STI 販売。 工業サービス GMBH があり、約140人の従業員がいる。ビントパークフレッシェンバッハイコールのイシュタルールリヒシュタインと同じように、フライエンシュタイナウは再生可能エネルギー利用地域内に位置している。町内には2つのビントパークと1つのソーラーパークがある。さらに、グンツェナウ地区はウッドチップによる温熱供給施設を有するバイオエネルギーの村である。 ありがとうございます。